ガチガチ専門ほぐし術18回目を行いたいと思います。今回はですね、肩甲骨の正しいポジションですね、それを解説していくんですけども、これはですね、他の動画でもちょくちょく言ってる内容なんですが、この肩甲骨の正しいポジションというのはね、施術するにあたって非常に大切なことになってくるので、一つの動画にしたいと思って改めて解説をしていきたいと思います。はい。で、まあ、これ肩甲骨見ていただいたら、わかると思うんですけども、肩甲骨左右にあります。で、背骨ですね、頸椎、胸椎があるんですけども、この肩甲骨の内側っていうのは、たくさんポイントありますよね。肩甲骨沿いであったりとか、真ん中であったり、胸椎沿いであったり、この上ね、ここ上であったり、すごく凝る凝るポイントなんですよ。ですので、しっかりとね、施術する必要があるんです。で、そしてお客様もね、非常にここしんどい人たくさんいらっしゃるんですよ。ですので、しっかり効かせるためには正しいポジションがあります。肩甲骨のね、ポジションがあります。それはですね、正しいポジションはと言いますと、なるべくこれはね、広がってる状態、真横に広がってる状態がいいんです。例えばね、これが寄っちゃうと、肩甲骨が寄ってしまうと、まあ、筋肉もそうなんですけど、その上に乗っかってるお肉ちゃんとかはね、こうウニって極端に表現するとウニョニってこう寄るの分かります？こう筋肉、前肉ですよね、前肉とか皮膚とかがこうウニョニって寄った状態で指を入れても、なかなか、分かりにくいとか、やりづらいとか、凝ってるのがね、ここの感覚がつかめないっていうことが起こりうるんです。ですんでね、この間肩甲骨の内側をなるべく伸ばせた状態にしてあげるっていうのが非常に大切なんですよ。で、それでね、しかもね、この伸ばした状態の方が効くんです。こう肩甲骨をしっかりふっと伸ばして、広げてあげて、この間の筋肉、お肉ちゃんを伸ばしてあげた状態で指をコツンと当てると非常に効くんですよ。ですんで、ちょっと皆さんね、ご自身で確かめてもらいたいんですけど、例えば柱にね、肩甲骨のこの内側を角に自分でこう当ててみてください。肩甲骨を寄せた状態で当てるのと、肩甲骨をこう伸ばした状態で角にグッと押し当てるの、どっちが効くか、もちろんこう伸ばした状態でコツンって当てた方がグッと効くんですよ。ですので、それ一回体感してみてください。そしたらその違いが分かるはずです。まあ、あと、こう自分でマッサージとかする機会あるじゃないですか。こういうハテナマークのね、ここ手持つとこがあって、ここに効かす、何かグリグリがついてるやつ、こういうやつでもあるんであればやってみてください。肩甲骨を寄せた時にこうグッとやるのと、こう肩甲骨を伸ばした時にグッとやるのと、入れるのと、どっちが効くかって話なんです。はい、もちろん伸ばした状態なんですけどね、それをちょっと体感してもらったら分かるかなっていうことなんです。ですので、大事なんでもう一回言いますけども、この肩甲骨の内側を、しっかり伸ばしてあげる、こうウニョニッとね、ウニョニッと寄らない、寄った状態じゃ正しい施術っていうのはできませんから、しっかりとこれを広げてあげるっていうのが大切ですね。はい。それともう一つね、注意点があるんですけど、腕をね、こう上げすぎちゃうと肩甲骨ってこう動くんですよ。ですので、肩甲骨のこの上の方が寄ってしまうんです。だからこの辺が施術しにくくなってくるので、あまり腕をね、上げすぎるとダメなんです。これもまた肩甲骨は離してるけども腕を上げすぎてしまう、これはね、上の方が寄ってしまうので、これもダメなんです。ですので、正しいのはこの肩甲骨を横に広げるっていうことですよね。上にしちゃうとまたこうなってしまうから、横に広げるっていうのが大切なんです。はい。とですね、まあ、肩甲骨はこれで以上なんですけど、次首のお話をしたいと思うんですけど、首もね、お客様の中でたくさんいらっしゃるんですけど、やたら顎を引いて、フェイスパッドですね、フェイスパッドにうつ伏せですよ、うつ伏せの状態なんですけど、フェイスパッドに顔を当てる人っていうのがいらっしゃるんです。顎を引いて、この後ろをね、ピーンと張った状態になるんですけど、首をそうされてしまうと非常にやりにくいです。これもですので、フェイスパッドに顔を当てる場合は、顔をね、もう少し顔全体がフェイスパッドに当たるように、顔をつけてもらいます。
顎を引いた状態でフェイスパッドに顔をつけると鼻から上がフェイスパッドに当たるような感じになるんですね。それだと後ろがパンパンに張ってしまってね、ちょっとやりにくいんですよ。ですのでなるべくそういう時はね、お客様にちょっと顎を引きすぎてますので、もうちょっと顎を自然と上に上げてくださいという形ですね。引きすぎてるのでちょっと上に上げて、顔全体をフェイスパッドに当たるようにお願いしますっていう形でね、お願いしたらふっと、していただきます。きっとお客様がね、ここ施術する際にこれの方がやりやすいやろうっていう形でこう一生懸命顎を引いて後ろをと広げてくれておられると思うんですよね。ですのでそういうことに、そういう風にね、指摘じゃないな、こういう風にしてくださいっていう風にお願いすれば自然とやってくれますんでね、やってもらいましょう。はい、そういう形ですね、肩甲骨と首のポジションを正しくできているか、確かめてみてください。